こんばんは。8月6日土曜日、午後10時30分を回りました。今日は広島に原爆が落とされた日、8月6日でした。8時15分、まあ僕も早起きをして、黙祷を行いました。まあ、今年の原爆慰霊の日は、福島第一原発の事故を受けて、ちょっと過去のものとは違う雰囲気の中で行われたようでしたね。また長崎の原爆慰霊の日もやってきますので、また、ちゃんと黙祷をして、戦争、原子力、などについてね、まあ、考えていきたいと思います。本当ね、まあ、平和な世の中になってくればいいんですけれど、まあ、なんかね、原子力発電にしても、原子力の平和利用にしても、世界的な流れから見ると、まだなんか不安定だなぁと。ジュネーブの軍縮会議では、議長が持ち回り制なんですね。なんと、運悪く、8月の21日まで北朝鮮が議長を務めるということで、まあ、ジュネーブ軍縮会議に参加している国の代表者からは、北朝鮮じゃなくて他の国が議長を行えばいいんじゃないかという声も上がっているんですが、一応ルールで決まってるんでね、まあ21日まではどうしようもないということだそうです。まあその北朝鮮もね、まあちょっと、なんていうかね、まあ、このような世の中、もうちょっと、金さん、ちょっとね、政権から降りて、もっとね、まあ、協調的に、平和、和平に向けて動いていってほしいんですがね、まあ、それは、まあ僕が思っているよりも難しいことなので、どうしようもできませんけど、まあ、中国に今3年間ほど仕事の関係で住んでましたけど、共産党、共産党と言われには、普通の市民の皆さんは、僕ら日本人と変わりない生活、同じアジア人ですからね。本当も、ここは共産主義の国かっていうほど、日本の、なんだ、僕の小さい頃、昭和40年代、のような雰囲気を持った街もあるし、まあ共産主義とかそういった政治を抜きにすると、まあ中国でも生活するのはありかなと思ったんですけどね。まあ今回の新幹線の、事故なんか見ると、まだまだちょっと大変だなということを考えました。まあね、まあ宮崎にいながらでも、国の情勢、世界の情勢というのも、これ考えていかないといけないかな、というふうに考えているところです。まあ、その世界運の抜きにしても、今日の僕はいつものように駅前公民館で、パソコン教室をやってきました。まあ、地元レベルでは、まあ、しがない、パソコン教室で、まあ、あれこれ動いているところなんですけれど、まあ、ぼちぼち、ちょっと目を、視野を、広げて、また活動を展開しようかな、という段階に入りつつあります。まあ今日タイトル、パワーかフォースかっていうことで、やっと来ました。これ以前、本のブックレビューみたいなインターネットかなんかで見て、あ、この本すごいな、面白いなって思ったんですね。パワーかフォースかという本で、人間のレベルを測る科学、デビッド・アール・ホーキンズ博士が書いた本なんですね。この本に、今私が、そばについて、勉強をしています博士の理論がここにあると。まず大谷君、この本を買って読みなさいと言われました。博士の発明したものとか、これからの人間の意識はどう変わっていくのとか、ね、そういったことが
書かれているそうなんですが、結構分厚いんですよ。で、分厚いし、博士が言うには、とっては外では理解できないぞ。何回も繰り返し読まないとわからないぞ。ということを言われてますんでね。ここに博士の作った発明品のヒントも、これからの、人間社会の進む道とか、人類の将来とか、すべて書いてあるから。まず、大谷くん、この本を何度も繰り返し読んで、理解するようにって言われたんですけどね。今日トヨタばっかりで、まだそんなに読み進んじゃいませんけど、ちょっとこれ、今晩、ずっと、読んでみたいと思います。まあ、簡単に言うと、パワーって何でしょうか？フォースって何でしょうか？同じ日本語に訳すと、どちらも力という意味なんですけど、パワーとフォースは同じ力でも違うそうなんです。フォースは今の物質文明の中に、まみれた、悪い力だそうです。人間の持ってる真のパワーは、真の力はパワーと書かれている方だそうなんですね。だからこのパワーとフォースの違いが分かれば、おのずと、博士がやってることも分かるよって言われたんで、はい、このパワーとフォース、どういう風に違うのか、どんな力がどう違うのかっていうことをね、まあ今からずっと勉強して読んでいきますんで、またこの放送でも、まあ僕が理解できる範囲で分かりやすく、噛み砕いて、ご紹介していきたいなと思います。ちょっとこれ、この前も紹介しました、オーリングテストの理論ですね。キネシオロジーという学問があるみたいで、キネシオロジー行動学という中に、まあ、答えはすべて、人間の体内にあると。筋肉テストを行うことによって、これが本当なのか違ってるのかっていうことを測ることができると。実際オーリングは今ですね、日本バイデジタルオーリングテスト協会という協会があって、医療分野では、患者さんの悪い箇所を発見するために、オーリングテストが使われているということで、まあ、医療界の方では、まあ、割と知られている筋肉テスト、キネシオロジーなんですけど、このキネシオロジーを、活用していくことによって、もともと人間の体にあったものを、パワーを引き出そうということなんですね。というところまで読みました。その後、その人間のレベルを測る科学と、で、帯に書いてあるように、あの人の意識は1から1000のどのレベルにあるのか、あなたはどうなのかということで、人間の意識レベルを1から1000の数値で測ることができるそうなんですね。で、プライドを持っている人間は175でしかない。勇気を持っている人間は200。愛を持っている人間は500と、1000の半分ですね。これどっかにあるんだよね。そこの表だけ紹介しましょうか。博士から、ここに人間のレベルを測る、数字が書いてあるよって言われたんですけど。ああ、これこれ。意識のマップ、すいません。ここに意識のマップって書いてあるんですね。ちょっとカメラが悪いので見えませんか。ここに一番下から、端っていうのが一番下。あの人はポンだよね、あんなことやって端だよね、という端から。上は、いわゆる、悟り。その下が平和。で、喜び愛ってありますね。愛がまあ500っていうレベルですよ。これ喜びかなですね。喜びっていうレベルが540ですよ。で、悟りが、700から1000ですよというふうに書いてあるんですけど、この数字をどうやって測るんでしょうということが、
この本に書いてあるし、ね、博士が今行っている実験、そのハイエナジーウォーターに関するヒントも、すべてこの本に書かれてあるということなんですね。大谷君はどの菌だろうかなって言われたんですけど、僕はね、怒りまくるしね、変なプライドは持ってますしね、有機はどうだろうかな。中立性なものは持ってないよな。だから1000のうちでも僕は割と低いランクにあると思いますよ。なんかそういったことを測定することによって自分の意識をね、もっと向上していこうとか、宗教ではありませんけど、悟りまで持っていけば人間的にすごいよな、ということなんですよね。そういったことを、まあ、自分で勉強して探るということ、まあ、これを勉強しないと僕は博士の実験の全てを理解することができないんで、これが今僕に与えられた命題です。で、今日今晩で全部読みたいなと、まあ、徹夜してもこれ一回バッと目を通して、で、また後から精力というかね、詳しく読んで生きてみたいと思います。まあ他にもね、読まないといけない本がいっぱいあるんですよ。こちらは、関秀夫先生の書いた高次元科学。これもさっきのパワーかフォースかと似たような内容が書かれているんですね。あと、足立先生という方の波動の法則とかね。こちらも、まあ、先生の、あ、うちの博士の教科書みたいな本だと言われてますんでね。その本もちょっと、読まないといけないんで、ちょっとね、今ちょっと頭が知識を欲しがってると。若い頃は 遊んでばかりでね、沖縄にいたもんですから、もう夏の今頃は、海に行ったり、バイトしたりして、学生時代はあまり勉強してませんでしたけど、今頃になってね、今だからこそ勉強できるな、もっと学べるなと思ってるんですよ。そんで、ちょっと今、頭が知識を、情報を欲しがっている状況なので、まあ、ちょっと、大いに勉強して、凡人なので、博士のような、まあ、天才には近づけませんけれど、少しでも、博士のことがわかるようにね、ちょっと、僕も勉強してみたいと思います。で、その後、博士の方も、今月の末、本当は、8月の17日に福島の方に出向いて、HEW178 ハイエナジーウォーターを使って検証実験を行うと、現場で実験を行っていってデータを集めようと動いてましたけど、お盆の後なんですけど、なかなか飛行機のチケットが取れないということで、1週間延ばして、8月の24日から福島入りして、現地で、実験調査を行うと。まあ、場合によっては、私も9月以降、現地入りして、博士のアシスタントとして、実験を行ったり、パソコンを使ってデータを集計したり、福島から、データを発信するということになるかと思います。まあ、この事業が軌道に乗れば、博士の話では、どんどん福島、東北に金を落とそうと。その落とそうという意味は、福島とか東北にその水を作る工場を作ってね、そこからどん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 、東北地方中心に、まあ、水を出荷して、その水を使ってもらおうということなんですね。で、そういったことで、まあ、地元に福島、東北とかに利益が上がるような、システムを作っていこうと。大谷君、もう福島に骨をうずめようというふうに言われてますんで、まあ、僕独身なんでね、まあ親父がいますけど、まあ弟もいるんで、まあ僕は一人で、はい、別れました、ついてきますっていうふうにして、まあ博士と一緒に福島で骨をうずめるような形で、あと、東北のために何かできればいいかなと思っているところです。まだ認知度は低いんですよね。だけど、ぼちぼちと支援の輪というか、応援の輪が広がってきて、これまで、なんだこれ、うさんくさいな、といった方も、
私が関わっているということで、ちょっと心を開いて、大谷さん、こんな風にして実験やればいいよね、っていうようなアイデアやヒントをもらったりしております。また、桃の発酵ドリンクを僕作ってるんで、あれ作ってみたいなという方もいらっしゃいますしね、ぼちぼちと輪が広がっているのかな、というところでございます。そんで、まあ今回、8月の下旬に、博士がまず先発隊として出向いて、その結果、一応なんか話予定では、あと、行政のお偉いさんとお会いするような話も出てますんでね。うん。でも行政のトップと会うのと、あと、地元レベル、底辺層、ボトムアップで、まあ、市民団体さんとかにね、水を使ってもらう。ということで、これ何も放射能を無害化するだけじゃなくて、子供さんの飲み水、あと赤ちゃんのね、ミルクを作るための水にも使えますし、まあ、僕のように、アルコールがなくても発酵ドリンクができるんで、例えばお酒買えなくても発酵ドリンクで発酵しますんでね、アルコール分がどのくらいあるかわかりませんけど、飲めます。で、このことある方から指摘ありました。これ、密造酒になるんだよな、っていうことで質問があったんですけど、博士が軽く交わしました。いや、これは許可もらっています。国税局から、話をしたら、あ、これに関しては特に問題ございませんと。密造酒でも何でもありませんというお墨付きをもらっているようですんで、まあ、安心して、まあ自分で楽しむ分に関しては特に問題はないかと思うんだよね。ですんで、まあいろんな水の使い方ができるし、僕一番不思議に思ったのが、博士って何歳の方かなって。まあ男性だから、年聞くのは簡単なんですけれど、ずーっと黙ってました。で、この前の、地元の新聞社の記者さんの、取材で、73歳っていうのが分かったんですね。って思いましたね。73歳には見えないんですよ。白髪も一本もないし、ハゲてもないし、黒髪で、肌もツヤツヤしてましてね。まあ、よく見ても、定年してすぐ62、3歳だろうなと思ったんですよ。73って言われたんで、記者の女性の方も、私もみんな、ってびっくりしたんですね。で、話を聞いたら、やはりハイエナジーウォーターを毎日飲んでるんで、こんな風に若いんだよ、ということを話してました。まあ、博士自身がもう実験台なんですね。だから、博士にお会いするとわかると思います。すごい若いです。73には見えません。っていうことですね。だから、まあ、やっぱり水の影響っていうのは、水っていうのは、まあ、僕ら、人間の 80% の体の中に入ってるんですよね。だから水っていうのはとても大事だなっていうことが、よくわかりました。そんで、ね、中にはうさんくさい水もあるんですけれど、中には、ミネラルウォーターの中にも、美味しい水っていうのは、博士に言わせると、分子の結合角度が違うと。普通は、148度ぐらいなんですね。それが、水によっては、水素の結合角度が違ってくるんですよ。で、ミネラルウォーター、天然水とかありますよね。あれで、これは美味しいなという水は、酸素と水素の結合角度が、微妙に違っていると。だから大谷君美味しいんだよと言ってましたけどね。だから、水道水は全くダメだそうです。うん、で、一番いいのが、ハイエナジーウォーターが、一直線に近い178度あるそうです。そこまで、結合角度が開くと、結構いろんな、エネルギーが出てくるみたいで、その、答えも、こういった本に書いてるんで、
それを読んで勉強しなさいと。答えるのは簡単だと。ということなんですね。だけど、僕は修行の身です。そこですよね。何にしてもやっぱり、首相さんとかお偉い方は、すぐに答え出しませんよね。まず自分で考えろ。あれこれやれ。本を読め。っていうのがなければ、やっぱり博士も美味しくないですよね。弟子に言われて、あれ答えこうだよって言われたら、なんだって終わってしまっては、どうしようもないし、ね、この前言った子供落語。子供が一生懸命演目を覚えるのと同じで、僕も一生懸命本を読んで、少しでも博士の研究を理解しようという努力をしなければ、何もならないですね。だから記者の方が一生懸命その発明品を見たい、どういう理論か知りたいというようなことを一生懸命言ってました。だけど博士は、理論？そんなもん別に関係ねえよって。もう今すぐ実験、実証実験やらなければ、福島はどうなるかわからないよと。まずは実験あるのみ、データを取って、それをどんどん貯めていって、確証を得なければ何もならない。その後に理論を教えるから、言ってましたね。そこなんです、問題ね。だから、まあ、僕の放送を見て、がっかりしたという方もいらっしゃいますけど、まあ、それは個人の心の持ちようなんで、まあ、それはしょうがないと思ってますけどね。やはり、まあ、なんていうかね、何につけても修行とか、努力とか、コツコツとやっていかないといけない部分はあるんで、うん、そこちょっとご理解をいただきたいな、というふうに考えているところです。ですんでね、ちょっと少しずつ動きが見えてきて、僕ももしかすると、このまま東北に骨をうずめることもあるのかな、というところですけどね。まずは、パワーかホースか、これを、ちゃんと読んで、博士に説明をして、博士が、おお、わかったか、すごいな、となるまでは、ちょっとね、修行をしていかなければいけないかと思います。まあ、楽しいですよね。まあ、逆に人から、これあれ、これ勉強しろ、これ学べっていうんじゃなくて、自分から本を買ってね、読んで勉強するっていうことは、一生涯学び、勉強だなと思いました。もうこの、もう過去の話なんですけど、パソコン教室の受講生に、当時は84歳でしたっけ、おじいさんがいらっしゃる。おじいさんというか、水彩画家、水彩画を描く先生がいらっしゃいました。で、ある日、電話があって、大谷くん、わしはな、パソコンを覚えるまでは、死ねんと。死なんからな。もし俺が死んだら、棺桶にパソコンを入れてくれ。という方がいらっしゃいましたけど、まあ、その後、全然音信不通になっているんですけどね、もう元気かなと思っておりますけど、やはり80歳になろうが、何歳になろうが、勉強したいという気持ちがあれば、まあ、人間死ぬまで勉強するんですよね。ですんで、まだ僕は50歳、まあ、人生100年あるんであれば、やっと折り返し地点に来たばかりなんで、あと50年もあるんですね。あと50年もあったら、もう本もいっぱい読めるし、いっぱい勉強できるんでね。まだまだ人生これからだと思います。80歳の方も100歳まであったら、あと20年もあるんですよね。20年もあったら、いろんなことができると思うんですよね。そんで、その84歳の方が僕ね、おっしゃったこと、まあ、それはもう、わかりました。じゃあ僕、なんとかさんが、元気に、犬まで、勉強教えます。って言いましたけどね。うん。一生涯学ぶということ、学ぶ気持ち、前向きな気持ちっていうのは、大事かな、と思いました。まあ、ある写真家の81歳か2歳の方も、もたねくん、僕はまだ、減塩カメラを使ってる。そろそろデジカムに切り替えたいんだけど、デジカムに切り替えたらご指導お願いします。
連絡に言われたんですけど、いや、なんとかさん、あなたの方がカメラは先輩ですから、逆に僕の方がカメラワークを教わりたいです。よろしくお願いしますって、逆に頭を下げたんですけどね。まあ、年齢を超えて学び合うっていうことは、非常に大事なことかなというふうに思っております。おじいちゃんだから、もうばあちゃんだからっていうことがもう意識しない方がいいと思いますね。もう学びは年齢に関係ないと思います。だから、もう良きライバル、良き仲間としてパソコンを勉強したり、カメラを勉強したりね。その何かそのお互いの共通で学ぶものっていうのがあれば、子供であろうが、おじいちゃんであろうが、関係ないと思いますね。逆に言うと、目的を持たないで勉強する人、若い人ね。昔はよくおったんですよ。パソコンでも勉強しようか。パソコンでも勉強すれば仕事があるよね。という意識で、うちの講座に通う人、いましたね。で、そういった方は途中でやめていきます。続かないんですよ。パソコンでもという考え方。パソコンを勉強したい。パソコンで何かをしたい。あくまでもパソコンは道具なんでね。パソコンという道具を使って自分の夢を実現したいというような前向きな発言が出ないと、なかなかその難しい問題に出会うと、もうやめたって言って逃げちゃうんですね。これは僕が教員の時代、ゆとり教育で教えてきた、人たちが成人をして、一般社会出ていってるんですよね。そういった方ってなかなかその続かないゆとり教育だったんで、ゆっくりやっていきましょう、のんびりやっていきましょうなことやってたんでね。これは僕ら教員として大いに反省すべき点かなと思いましたね。やっぱり生きる力っていうか、その当時も生きる力っていうことを言われてましたけど、あの時はね、漠然としてたんですね。生きる力ってなんだっていうことで、学校現場も結構悩んでいて、結構いろんな本が出ましたけど、本を読んでも生きる力っていうことはわからないんですよ。今自分が生きている。なんで生きているんだっていうことを問うてるんですよね。まあ、それはある意味宗教的であり、まあ、哲学的であり、いろんな側面もあるわけなんだけれど、それを学校現場、教育現場で生きる力とは？って言った場合に、いや、だったらテスト0点取っても人間生きていけるよね。生きる術を学んだ方がいいよね。だから何もテスト100点取ろうが、50点取ろうが、0点取ろうが、ね、生きていけるんだから、ということを考えている先生もいらっしゃるしね。なかなかいろんな意見が割れた頃かな、あの頃はね。80年代、90年代はね。まあ、今はどっちかというと、何でしょうね。もう学校現場だけじゃなくて、さっき言ったように公民館でも、図書館でも、自分の家でも、一生学んでいく力。それも生きる力。いわゆるこういったいろんな本を読んで、啓蒙書、いろんな本を読んでね、その本が自分が生きていくための、ランドマークとして活かされればね、それは何でもいいんじゃねえかな、と思いました。だから悪く言えばさっき言ったように、テストで0点取ろうが、100点取ろうが、自分が信念を持って生きていけば、この次は、いくら0点でも、この次は50点、次は70点というふうにして、点数が上がっていけばね、いいと思うんですよ。0点がずっと0点だったら、まあ、その人間は進歩も発展も何も自分で努力やってないんだな、ということなんですよね。逆に言うと、100点取った人間が、次が50点とか0点とかなってくると、やはりこれも、この人も進歩発展がないんだなぁと。まあ、100点とか90点とか変動しても、50点とかに下がるようだったら、この人は進歩、発展、努力ってないんだなぁ、というふうになってくるんですよね。要するに自分がどのくらい頑張るか、努力してるのかっていう、そこの度合いの問題かなというふうに思ってます。ですんで、まあ、日本人というのは、宗教を嫌う、
嫌うというか、あんまりその人に自分の宗教を教えたりすることがない人間なんですけど、僕は浄土真宗親鸞さんで、親鸞についてあんまり歴史の勉強では結構出てくる名前なんですけれど、お寺さんに行って話を聞いたら、親鸞さんってすごいな、すごい合理的な考えを持った人間だということで、そこのお寺さんの話し方で変わってくるんですね。なんかあれ聞いて、あ、そうだったんだって、なんだ、お墓参りとかお葬式なんかで、よくその自分の家に入る際に、塩を撒きますよね。塩を撒いて、お清めをしますよね。あるいは必要ないそうです。親鸞さんから言わせれば、なんでお寺に行ったのに、なんで玄関で清めるの？そんなことをやったら、逆に罰が当たるよ。ということで、うちは玄関では塩を撒きませんし、自分の塩を振りません。というのは、これもお寺さんの住職さんの教え、親鸞和尚の教えでそうやってますけどね。だから僕らが宗教的に信仰していたこと、風習とかそういったのは、浄土真宗では、これ違いますよ。これ、このやりませんと。ああ、えらい合理的な考えでやってたんだな、ということで、改めて宗教というものに目を向けたんですね。田野町という町に、あれ、なんていうお寺かな。結構大きなお寺があるんですよ。あら、名前出てこない。そこの住職さんは、法要なんかで、よく漫画を使うんですよ。漫画を使って、まあ、親鸞和尚さんの、教えをわかりやすく説明するんですね。ああ、なるほどね。こんな風にして、漫画風にすれば、とっつきにくい宗教というのも分かりやすくなるよね、というような方法でやってるんで、まあ、面白いというか、まあ、住職なりに考えた方法だとは思うんですけどね。あれはいいと思いましたね。で、そこから僕また宗教が面白くなって、親鸞和尚のことを、あれこれ、親鸞和尚か、のことをあれこれ、また勉強したんですけどね。合理主義っていうことをね、面白いですよね。だから、いわゆる、なんというか、僕らがこれまで信用してきたこと、これはこうと思って信じきってたこと、それが実際は違うんだということなんですね。それはこれも同じですね。僕らが今まで信じた科学っていうのは、本当は全く違ってるんだよということが、ここにも書かれているかもしれませんね。学校で勉強してきた学問も根本的に考えると、間違っていること、間違って教わっている、僕からすれば間違って教えているっていうことも結構あったんだろうなと思いますね。真の学問とは一体どこにあるのかということなんでしょうね。まあ前も言ったように、ガリレオ・ガリレイ、宗教裁判かけられましたよね。それでも地球が回っているということなんですよ。なんか学問が、過去を見ると宗教的、政治的に利用されてきているっていうこともありますし、あと最近のあの映画、あれよ、悪魔と天使とか、ダヴィンチコードとか、いうようなことを見るときに出てくるイルミナティとかね、あと 3K クークラックスなんとかっていう闇の結社がありますよね。あの存在とか、いろんなところで学問と宗教、政治は絡んでいるんでね、それが日本でもあるのかなっていう気もするんですけれど、あまり話をすると変な陰謀論に行っちゃうんで、まあ、話はしませんけど、もう真の学問っていうのは本当は違うところにあるのかもしれませんね。それを僕ら死ぬまで一生探していくのかな。そこに学び続けるっていう夢があるのかなと思ったりしてます。
ちょっと今日真面目に話をして申し訳ありません。今日8月6日ということで、まあ、広島の原爆慰霊碑の日から始まってこういった話をしているんですけれど、まあね、たまにはこういった真面目なお話もしたいなということで、今日は30分を超えましたけど、お話をしました。今日はね、宮崎市は納涼花火大会の予定だったんですけど、ちょっと雨が降って、川が増水しているという関係で、明日に順延になりましたけど、今ね、もう雨は上がっているんですけど、川の増水がどうかなというところなんですよね。まあ、このまま雨が降らなければ、明日は花火大会があるのかなと思ってますけど、なんか、宮崎市の花火大会っていうのは、あまりちょっと盛り上がらない？まあ、打ち上がる花火が7000発、8000発ぐらいなんで、1時間もしないうちに終わっちゃうんですよ。他の、まあ、田舎の、といったらあれですけれど、他の市町村の花火の方が、1万発とか、すごい数上がってるんで、逆に、まあ、他の市町村の花火大会に行く機会が多いんですけどね。でも明日は、ずっと家にいるのかなと思ってますけど、去年はちょっと、ビデオカメラ持って撮影に行ったんですけど、今ビデオカメラが故障中で使えないんでね。まあ、明日はおとなしく、まあ、自分の家で4、5品ぐらい夜の放送でもしようかなと思ってます。はい。ということで、今日はパワーかホースかっていう本が今日来ましたよという紹介をして終わりにします。また明日もお時間が、ちょっとか声が途切れますね。もし明日もお時間がございましたら、ご視聴のほどよろしくお願いします。それじゃ、今夜の4、5、5の夜、この付近で終わりにします。失礼します。